全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第1節、シエロ対レイソル。さあ、ついに J リーグファーストステージが始まりますが、どうご覧になりますか？どのクラブも新たな気持ちでこの試合に挑んでいると思いますよ。スタートラインはどのクラブも同じで、優勝するチャンスは現時点では全クラブにありますからね。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦始まったところ、レイソル。さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング、ネルシーニョ、シュート、そのままシュート、ゴール。ゴールに強引に押し込みました。前半14分、レイソル1点を先制しています。縦パス、かろうじてパスが通ったという感じですね。オーバー、バウディール、フェイントをかけます。右に叩きます。加藤、フェイントをかけます。左に叩きます。下平、加藤、下平、そのままシュート。このシュートはクロスバーの上。佐藤、かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半16分、レイソル1点を先制しています。加藤、一人で持ち込みます。オーバー、止めた。岡野、フリーキックです。蹴った、パンチング、ここでボールを外に出しました。
渡辺、思い切りのいいプレーでした。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、間もなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半26分、レイソル、ここからどう展開するのか。左に叩きます。柱、磯貝、ちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。後半27分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。広瀬、先ほどから試合に入っています。沢田、これは防戦一方。深川、止まらない、まだ止まらない。これはこのシュートはキーパーの真正面。土井、いい読みをしています。後半38分、レイソル、先制ゴールを決め1対0と勝利に近づいています。中島、先ほどから試合に入っています。試合終了の笛が鳴りました。0対1、レイソル、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第2節、エスパルス対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、エスパルス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。パスを出します。ジアス、アイコンタクトだ。いい読みをしています。前半14分、エスパルス、さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。サントス、蹴った、三浦、決まった、ゴールに強引に押し込みました。佐藤、がっくりと膝をつきます。前半24分、シエロ、選手が上がっていきます。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。フェイント、パス、ロングパス、北川、止まらない、まだ止まらない、そのままシュート、あーっと外してしまった。呆然としています。前半37分、シエロ、1点のリードを許しています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。両クラブ最後の決め手を書きました。この1点のビハインドをどう見られますか。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず、自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半開始早々、シエロ、1点のリードを許しています。縦パス、コスタ、飛ばされた、レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。三浦、無念の退場。後半13分、シエロ、1点のリードを許しています。ショートパス、山本、ショートパス、中田、ここでフェイント、このパスが通った。山本、ドリブルで攻め上がり、バランスを崩してしまいました。後半もすでに25分を経過しました。エスパルス、チャンスになります。堀池、田中、フェイントをかけます。ロングパス、サントス、抜きました、パス、ジアス、サントス、中に入れた、マッサーロ、そのままシュート、ゴール。
パルス。その差を2点としています。田中、一人で持ち込みます。松原、倒された。白井、ドリブル。伊藤、うまくつないだ。これは佐藤、直接キャッチしました。試合終了の笛が鳴りました。2-0、エスパルス見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第3節、アントラーズ対シエロ。残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。山本、ここからどう展開するのか。ロングパス、深川、オーバーチャンスになります。深川、古川、パンチングでこのボールをクリア。いい読みをしています。前半14分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。フェイント、
真中、体で止めに行った。中田、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。コスタ、このボールを受けました。ここでフェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。内藤、抜かれ、危ないプレーだぞ。やはりイエローカードが出されました。前半37分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。パス、大江の木、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パス。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。中田、このボールを受けました。右にはたきます。松原、おーっとボールを取られた。大野、ゴール前激しいプレー。中田、あーっと外してしまった。ノーゼル、思いっきりのいいプレーでした。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半26分、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。全員で協力して守ることが全くできていませんよ。これでは簡単に得点を許してしまいますよ。大江の木、素晴らしいコンビネ。中田、おっとボールを取られた。レオナルド、スライディングタックル。深川、これは大きく外れました。大野、思いっきりのいいプレーでした。後半36分、シエロ、このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。大江の木、素晴らしいコンビネ。コスタ、深川、岡野、深川、惜しい、外れた。古川、かろうじてこのピンチを乗り切りました。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さてここまでの両クラブの展開はどうでしょうか。前半に続いて後半も両クラブ攻めあぐねていましたね。ここからは V ゴール方式の延長戦に入るわけですから、今度はかなり積極的な攻防が期待できると思いますよ。さあこのファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。試合は延長戦へと突入します。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく延長前半の開始です。延長前半立ち上がり、アントラーズ、チャンスになります。中島、先ほどから試合に入っています。ロングパス、レオナルド、このボールを受けました。左に叩きます。黒崎、チャンスになります。飯島、パンチング、これは完全に読んでいました。シエロ、
サイドに広がります。ショートパス、ロングパス、中田、ショートパス、大江の木、フェイント、このパスが取った、ロングパス、深川、止まらない、まだ止まらない、直接シュート、外れてしまいました、残念、悔しがっています。シエロ、選手が上がっていきます。黒崎、かまされてしまう、磯貝、止められない、コスタ、危ないプレーだぞ、イエローカードが出されました。笛が鳴って延長戦前半が終了します。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半開始早々、アントラーズ、サイドに広がります。岡野、かわされてしまいました。ジョルジーニョ、フェイントをかけます。誰にパスを出すのか、上げた、石井、このシュートはキーパーの真正面、飯島、ナイスセーブ、シエロ、サイドに広がります。コスタ、大江の木、大場、ゲームを組み立てます。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。大場、蹴りました。大野、この位置にいました。シエロ、サイドに広がります。石井、タイミングが合い、大江の木、パスを出します。山本、うまくつないだ、大江の木、どんどん切り込んでいきます。自分で持ち込んでシュート、ファインゴール、 V ゴール、ゲームに終止符を打ちました。ついに決着がつきました。0対1、シエロ、延長 V ゴールで勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第4節、シエロ対アーペ、曇りとなっています。今日の天気、刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦の序盤、アーペ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。縦パス、山上、パスを出します。大江の木、このボールを奪いました。現在のところ得点はありません。さて、膠着した試合になっていますが、どう見られますか？ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半開始早々、アーペ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ロングパス、加藤、タッチライン沿い、山上、通りました。ちょっと弱いか。アブドゥラ、もったいないことをしました。後半26分、アーペ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ここで攻撃のリズムを変えます。中田、スライディング、加藤、ボールを運びます。フェイント、パス、中澤、パスを出します。磯貝、止めた。アブドゥラ、いい位置からのフリーキックを得ました。蹴りました。パンチング、クリア。大江の木、周りの状況がよく見えています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。この延長戦で決着がつくのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあ、このファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。試合は延長戦へと突入します。今延長前半開始の笛が鳴りました。延長前半立ち上がり、アーペ、フィールドいっぱいに広がります。加藤、ドリブル、おーとボールを取られた。アーペ、フィールドいっぱいに広がります。加藤、フェイント、パス、アンデンベルク、ここからどう展開するのか。アーペ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中田、カットしました。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。シエロ、
サイドに広がります。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。広瀬、ここでフェイント。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。大江の木、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ここでフェイント、パスを出します。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。大江の木、このボールを受けました。フェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。内藤、抜かれ、反則加工のプレーだ。イエローカード、息苦しい攻防が120分続きましたが、この PK 戦で決着がつきます。さて、これから PK 戦に入るわけですが、その前に先ほどの延長戦はどういった展開だったのでしょうか。両方とも相当疲労が表に出ていましたから、なかなかチャンスをものにできませんでしたね。しかし見応えのあるゲームでしたよ。試合は PK 戦に入ります。深川、蹴りました、決めました。アブドゥラ、蹴りました、これが決まった。松原、蹴りました、確実に決めました。矢野、蹴りました、決めました。広瀬、蹴りました、決まった。山上、蹴りました、入った。岡野、蹴った、ゴール。彼は突破の反応が遅いですよ。ほんの0コンマ何秒の違いなんですが、それが如実に現れるのがキーパーのポジションなんです。加藤、蹴りました、確実に決めました。今のは止めて欲しかったですね。あれが止められないは問題ですよ。磯貝、蹴った、サポーター大歓声を上げています。井田らし、蹴りました、確実に決めました。蹴りました、確実に決めました。ワンデンベルク、蹴った、決まった。大江の木、蹴りました、決まった。今のは止めて欲しかったですね。あれが止められないのは問題ですよ。久保、思い切り打ちました。これが決まった。中田、蹴った、サポーター大歓声を上げています。内藤、思い切り打ちました。これを外した。
これで長い試合の決着がつきました。シエロ PK 戦の末勝利を収めています。今日の試合はどうでしたか？この試合すっきり決められませんでしたが、それでも PK 戦による勝利は大きいですよ。これで逆に負けると疲れだけが残るものなんですよね。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第5節、シエロ対ヴェルディ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、ヴェルディ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。北沢、パスを出します。柱谷、うまくつないだ。三浦、そのままシュート。このシュートはゴールマウスをそれました。前半13分、ヴェルディ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。このパスが通った。ビスマルク、一人で持ち込みます。倒された。イエローカード。
まもなく前半15分を経過しようというところ。ベルディ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。縦パス、ビスマルク積極的に前に出ていきます。全員で協力して守ること。中に入れた、柱谷、アルシンド、ゴール。前半25分、ベルディ1点を先制しています。ペレイラ、アイコンタクトだ。北沢、チャンスになります。精神的なプレッシャーに、アルシンド、チャンスになります。柱谷、これはいい位置にいました。中に入れた、三浦、山本、このボールを奪いました。オーバー、ゴール前に両方の選手が集まってくる。チャンスになります。蹴りました、松原、これが決まった。シエロ、とうとう同点に追いついています。前半37分、シエロ、同点のまま試合は流れていきます。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。山本、早い攻めで一気に崩すか。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。岡野、オーバー、これはここには誰もいません。ややディフェンスが手薄になっていました。両者決め手がないまま終わりました。両クラブそれぞれの形を作っています。両クラブそれぞれの持ち味を出したいい試合をしていると思いますよ。後半戦も前半同様面白い試合を見せてほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。一体どういった展開になるのでしょうか。さあ後半45分のスタートです。後半戦の序盤、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。コスタ、フェイントをかけます。左に中田、ラモス、このちょっと精神力が足りませんね。ボールから気持ちが離れていますよ。深川、 PK です。いった、飛び込んできた、岡野、ゴール。ゴールに叩き込んだ。後半14分、ベルディ1点を奪われています。石川、バックパス、中田、抜く、石川、早い攻めで一気に崩すか。ロングパス、柱谷、三浦、アルシンド、三浦、ゴール、ゴール、ゴール。見事な攻撃でした。ベルディ、とうとう同点に追いついています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は2対2、同点。息詰まる緊迫した試合展開となりました。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。非常に見応えのある試合ですよね。力的にはほぼ互角といった感じでしょうか。延長戦は V ゴール方式ですから、今日の出来からするとどちらが勝つのか予想するのは非常に難しいですね。さあこのファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。試合は延長戦へと突入します。今延長前半開始の笛が鳴りました。ベルディ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ペレイラ、
うまくつないだ。オーバー。今のはイエローカードが出ても不思議ではない。やはりイエローカードが出されました。笛が鳴って延長戦前半が終了します。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半開始直後、ヴェルディチャンスになります。中島、先ほどから試合に入っています。パスを出します。ラモス、北沢、柱谷、ラモス、攻め込むチャンスを伺います。北沢、ドリブ、ラモス、北沢、コスタ、これはどうだ。周りの状況がよく見えています。延長後半立ち上がり、ヴェルディ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ラモス、パスを出します。石川、素晴らしいコンビネ、ラモス、北沢、中に入れた。大江の木、これはクリアします。延長後半のロスタイム、シエロ、サイドに広がります。イエローカード。試合は PK 戦に入ります。さてこれから PK 戦に入るわけですが、その前に先ほどの延長戦はどういった展開だったのでしょうか。両方ともよく最後まで戦い抜きましたね。これで PK 戦に突入してしまいますが、できればお互いに V ゴールで決めたかったところでしょう。試合は PK 戦に入ります。松原、思い切り打ちます。確実に決めました。アルシンド、思い切り打ちます。決まった。岡野、蹴った。サポーター大歓声を上げています。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。三浦、蹴った。サポーター大歓声を上げています。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。磯貝、思い切り打ちます。入った。柱谷、思い切り打ちます。サポーター大歓声を上げています。北川、蹴りました。これが決まった。反応は悪くなかったんですけど、コースが良かったですから仕方ないところですね。北沢、蹴りました。これを外した。広瀬、思い切り打ちます。これが決まった。ついに PK 戦で決着がつきました。シエロ、 PK 戦の末勝利を収めています。試合を振り返っていかがでしょうか。この試合すっきり決められませんでしたが、それでも PK 戦による勝利は大きいですよ。これで逆に負けると疲れだけが残るものなんですよね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第6節、ジュビロ対シエロ、非常にいい天気に恵まれました。序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。コスタ、大江の木、このボールを受けました。磯貝、攻め込むチャンスを伺います。大江の木、きれいにボールがつながります。大江の木、磯貝、遠藤、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。前半13分、シエロ、サイドに広がります。ロングオーバー、深川、強引に行くか。オーバー、レイド、パンチングで弾いた。体が反応しています。前半15分、ジュビロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。かろうじてパスが通ったという感じですね。ドゥンガ、このボールを受けました。ここでフェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。オーバー、抜か、危ないプレーだぞ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。オーバー、無念の退場。まもなく前半25分を経過しようというところ。ジュビロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。吉田、タッチライン沿い、ドリブルで攻め上がります。左サイド、スキラ、いった、パンチング、広瀬、クリア。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、ジュビロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。おっと、ここでファールがありました。レッドカード、これで次の試合は出場停止になりました。磯貝、退場になります。すごすごとグラウンドから出ていきます。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて、ここまでの両クラブの展開はどうでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあ、このファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。さあ、いよいよ延長戦のスタートです。シエロ、ここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。
フェイント、中田このパスが通った、ドリブル、誰も止めることができません、キーパー止めた、レイド、まさに守護神と言っていいでしょう。笛が鳴って延長戦前半が終了します。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。今ホイッスルが鳴って延長戦最後の15分がスタートしました。延長後半立ち上がり、ジュビーロサイドに広がります。佐藤、先ほどから試合に入っています。吉田、綺麗にボールがつながります。七海、プレッシャーに負けてしまった。中島、スライディングタックル。鈴木、思い切ってシュート。ゴール！フリーゴール！白熱したゲームに幕を下ろしました。ついに決着がつきました。1対0、ジュビーロ延長 V ゴールで勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？最後の最後にやられたという感じですね。ここに来てかなり選手たちも疲れていましたから、動きの悪くなったところをうまく疲れたという感じですね。これは残念でした。こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第7節、シエロ対フリューゲルス。星空は雲に隠されています。序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。
前半戦の序盤、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロ、前田、ゴール前、深川、一瞬の隙をついて決めました。見事に決めました。前半13分、シエロ、1点を先制しています。ちょっと集中力に欠けたプレーでしたが、大きなミスにはならなかったですね。前園、体で止めに行った。前田、ここでボールを取られました。高田、スライディング、松原、シュート、ゴールゲーム。深川、ここからどう展開するのか。ボールを岡野、このボールを受けました。素晴らしいコンビネーション。前田、チャンスになります。外してしまった。前半38分、シエロ、現在2点のリードを奪っています。コスタ、抜きました。パス、大江の木、ショートパス、コスタ、ここでフェイント、ドリブル、素晴らしいコンビネーション。深川、チャンスになります。これは痛いミスです。信じられないといった表情です。一方的なペースで試合を進めました。今日は全体のリズムがうまく噛み合ってますね。2点のリードで後半戦に入れるのは心理的には随分有利に戦えますね。しかし油断をしてはいけませんよ。初めから気を引き締めていってほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半の立ち上がり、シエロ、チャンスになります。大江の木、ドリブル、前田、深川、ここでフェイント、ゴール正面、森、これは完全に読んでいました。岡野、フリーキックです。守りの形を整えます。思い切り打ちました。ジャンピングボレー、ファインゴール。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、フィールドいっぱいに広がります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。中島、高田、このボールを奪いました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対0、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第8節、ベルマーレ対シエロ、雲がかかっています。今日の試合、序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半24分、シエロサイドに広がります。パス、ロングパス、中田一人で持ち込みます。おーっと、ボールを取られた。田坂、いい判断でした。前半25分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。でゴールネットに突き刺さった。小島、読みが外れたか。前半38分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。中田ドリブル、ドリブルで攻め上がります。上げた、オーバー。このシュートはキーパーの真正面。小島、堅実なプレーを見せます。両クラブ最後の決め手を書きました。なかなかいいリズムでここまで来てるんじゃないですか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。オーバー、このボールを受けました。パス、大江の木、アイコンタクトだ。ドリブルで攻め上がります。松原、ここでフェイント。大江の木、どうだ。小島、パンチングでこのボールをクリア。田坂、ゴール前に両方の選手が集まってくる。選手が上がっていきます。上げた、野口、キーパーがっちりとキャッチ。後半37分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。カウンター、中田、反則スレスレのスライディングだ。ここで試合終了です。0対1、シエロ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。